ドント・ウォーリーは2018年のアメリカ合衆国の電気映画。事故により死しまひになった漫画家のジョン・キャラハンを描く。監督はガスバン・サント。主演はホワキン・フェニックス。共演はジョナ・ヒル、ルーニー・マーラ、ジャック・ブラックラ。2016年11月29日、主演ホワキン・フェニックス、監督ガスバン・サントで漫画家のジョン・キャラハンの自伝。 ドンとオーリー、h e o ンとゲットファーオンフットに基づいた電気映画を制作することが発表された。2016年12月、ルーニー・マーラとジョナヒルがキャストに加わった。2017年2月、ジャック・ブラックがキャストに加わった。2017年3月、マーク・ウェバーとアンジェリーク・リベラがキャストに加わった。主要な撮影は2017年3月6日に、 開始し、2017年4月6日に終了した。本作は Amazon Studio の配給で公開される。本作は2018年1月19日に開催されたサンダンス映画祭のプレミア部門にて初公開された。また、2018年2月20日に開催されたベルリン国際映画祭でも上映された。本作の全米公開日は当初、 2018年5月11日だったが、2018年7月13日に後ろ倒しされた。本作は批評家から肯定的な評価を受けている。ロッテントマトズでは24の批評家レビューのうち75%が支持評価を下し、平均評価は10点中6.2点となった。メトクリティックのメタスコアは11の批評家レビューに基づいて100点中70点となった。 ありがとうございます。